はいどうもこんばんは、たつきもんです。おいおい、急になんでそんな泣き出したんかいって思ってるそこのあなたたち、説明します。約6時間ぐらいかけて編集したゲーム実況の動画がなぜか音と音声がなくなってしまってボツになったからです。俺の6時間かじゃー、ということで今 YouTube に上げる動画がないんですよ。定期的に出しているね、曲のあのドラムのカバーのストックも今ないしでゲーム実況を編集したらこのざまでしょ。いや最近ねちょっと YouTube のショートで上げてたヒゲダンの日常の曲、日常って曲のドラムのあのカバーのやつがちょっと今プチ、バズってて、だからそこからね結構チャンネル登録してくれた人とかもいるんですよ。だからねちょっとヒゲダンの曲とかも他にやろうというふうにこういろいろ考えているんですけど、ちょっとねまだね現状できてないんで、せっかくこう来てくれた方、それからまあ昔から登録されている方、すいません、もう少々お待ちくださいちゅうところでね、ちょっとこの頭をもうこのひねりにひねりにひねって、ちょっとなんか動画作らなきゃっていうところで、今日はちょっとドラムの動画を出します。まあドラムの動画というか、ドラムの練習解説動画かっこ家編っていう感じですかね。ドラムってね、練習する場所限られるんですよ。まあ、主に2択ですよね。音楽スタジオに行って、スタジオで練習するか、まあ、この家で練習するか。家に電子ドラムとかがあればね、そこ練習できますけど、でもやっぱなかなかこう、音楽スタジオに行くのも、まあ、時間と労力とお金っていうところがかかりますし、まあ家で練習するのもね、電子ドラムがある人とない人もいますから、現に僕が今この住んでいる家も電子ドラム全く置いてないんで、いやもうほんとね、家に置いてあるドラムの練習用の機材って言ったらもうこれだけですよ。ゴム製のあのパッド。これでひたすらスティックバン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 叩くだけですね。そうやからね、今日ですわな、ドラムの、スティックとか、練習機材がなくても、家でできる、練習法っていうのをね、ちょっと今日は皆様に、ご説明させていただこうかと思います。はい、ひょっこりはん。いやいや、まあ、スティックとかも使わず、どうやって練習するんだっていうところになるんですけど、まあ、練習というよりかはね、ドラムって結構この、まあ、手とか足とか使うじゃないですか。で、それをするにあたってね、結構ね、筋肉使うんですよ。筋肉とか、あとこの、まあ、手、スティックをこう握って、やりますから、まあ、握力とかもね、結構使うんで、まあ、その握力を鍛えたりとか、ドラム筋ですね、をちょっと鍛える、解説っていう感じですね。じゃあ、まずは練習方法として使うのは、手です。もうめちゃめちゃ簡単です。めちゃめちゃ簡単です。まずはね、こう、両手をね、バーってこうやって広げてください。もう目いっぱい。もうこう、もう、ハンドパワーって、もうミスターマリックもびっくりするぐらい手をこうやって思いっきり広げてもらいます。で、思いっきり広げてもらったら次は、思いっきり握ってください。もうこうやって握る。そう、もう、原監督がね、こう、ホームラン打った後の選手にこうやって、ぐーってするぐらいね、思いっきり握ってください。これを、繰り返すだけ。いやもうほんとこんだけ。やってみたらわかります。これを、グーパー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 。ね。やってるとですね、ちょっとやっぱ手がしんどくなるんですよ。そこの、ここの辺ね。まあ、握力、手の甲、手のひら。そして、ここの筋肉ね。そうそうそう。まあ、手のね、筋肉っていうのはこういう風に繋がってますから、手をこう動かすと、この辺も動いてるでしょ。そうだから、同時に握力とここのドラム筋ね、こんな筋肉の名前じゃないけど、ドラム筋っていうのを鍛えれるんですよ。で、今こうやって、空中でやりましたけど、まあ、なんでしょう、テーブルの上とかに置いたりとか、あとこの膝の上とかにこうやって置いて、グーパー、グーパー、グーパーね。そうそう。僕は多分これも10回ぐらいやるだけでも結構しんどくなってくるんですよ。そう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 。しんどくなってきたってことはちゃんとこう
動かせてるってことになるんで、あの、OK って感じですね。もうほんと目いっぱい広げてください。もうこうするとね、あの握力も鍛わって、腕の筋、あのドラム筋も鍛わりますから。そうそう。急にこんなんやってね、こう、ドウェイン・ジョンソンみたいな腕とかにはなりませんから、そこはご安心いただいてください。さあ、続いてね、使いますのは、足です。そう、やっぱドラムはね、こう手足を使うってね、先ほども言いましたけど、もちろんこの足も使うんですね。痛かった。じゃあね、まあどんな練習をするかと言いますと、映ってるかな、ですね、ドラムってね、まあ、あの足でこうやってあの太鼓を踏むんですわ。こうやって踏むときに、ここのねドラム筋を使うんですよなんて言ったらいいの、ここすね、すねはここだもんな。すねのもうちょい下の筋肉。そう、ここの筋肉使うんですよ。まあ、どういう風に使うかって言ったら、このドラムね、まあ踏み方いろいろあるんですけど、よく一番使われる踏み方としては、このかかとをね、上げた、あの、ヒールアップ奏法と言いまして、上げたまま、ドンって踏む。で、この最後踏む、この動作の時にね、ここね、ちょっと使うんですよ。そうそうそう。だからこう、なんか連続していっぱいうわーとか踏んだりとかすると、この辺がねちょっとこうジンジンくるんですわ。で、まあここの筋肉を鍛える練習方法としてはもう超簡単です。さっきねかかとを上げましたけど、逆にかかとをつけてつま先を上げます。で、これをもう、下げて上げて下げて上げてを繰り返すだけ。めっちゃ簡単でしょ。で、まあね、同時にするのあれだったら、こうまあ、右足左足右足左足みたいな、こんな感じでやってもらっても大丈夫です。で、これもねちょっとこう足を割と限界まで上げて、でこう下げて、でスピードが出せそうな方はこうちょっとスピードをね出して、こうやってポコ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 やっていくと、だんだんここの筋肉がね乳酸溜まってくるんですよ。ここがねちゃんとこう乳酸溜まって筋肉痛っぽい感じになってきたら、足が鍛わってるってことになるんですね。以上だ。まあそんなないよ。やっぱドラムの機材をね使わずに練習方法って、そりゃやっぱなかなかね生み出すのは難しいですよな。まあ、僕が今主にやってるのはこの2つ。そう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 。逆に何か皆さん知っている人がいたら教えてくださいいや、でもおかげでね、これをこう定期的にやってきたおかげで、結構この握力とかも強くなったし、ドラム筋もね手足鍛えられて、まあ、いざ速い曲をやろうってなった時に、こうやべえ手が動かねえとか、なかなかそういうことはねなく、減りました。なくなるようになったんで、まあ継続は力なりってやつだなという感じになります。はい。なのでね、まあ今日ちょっと僕にこう2種類をねご紹介させていただきましたけど、他にもなんかね、思いついたらちょっとこうやって動画にしようと思いますし、逆にこんなやり方やってるぜ俺私みたいなのがあったら教えてください。噛んだら教えてくださいという感じで、以上で動画終わりとなります。ちょっとまた時間を見つけてね、ドラムのカバーなり、そしてゲーム実況の動画とか、あとまあね、もんちゃんのね、なんか私が飼ってる愛犬もんちゃんの動画もなんかちょっと出していくんで、頭ひねりにひねりにひねって考えるんで、皆様これからも見てくださいということで、以上たつきもんでした。さよなら。